一つ報告があります。はい。じゃあ私はね、9月の14後楽園で、はい、デビューすることになりました。はい、ありがとうございます。ケオチャンネルだ。 N1 中の後楽園やってきたぞ。ね、この前ね、やったじゃん、ケンオーチャンネルオーディション。あ、もう去年ですね。そう。合格者は1名です。6番の小田島大輝。はい、はい、ありがとうございます。これそこで受かった小田島がね、はい、なんと、はい、デビューすることが決まりました。え、マジっすか。いや、マジよ。え、すげえ。1月に入門したんだよね、ノアで。で、8ヶ月頑張ってたんだよね、はいはいはい、でもそろそろデビューできるなっていうね、OK が出たんで、はいはい、あいつがデビュー戦決まりました。いやー、うん、嬉しいっすね。いや、めっちゃ嬉しいね、はい、いや、本当ね、ケンオチャンネル見てる人も嬉しいと思うんだけど、それね、はい、まだね、はい、私は言ってないんだよね。あ、そうなんですか、うん、はいはい、だから今日そのデビューをすること決まったことの小田島に報告をしようと思って。なるほど、この試合前の後楽園、うん、いや、そう、試合前ね、後楽園いつもね、練習してるからね、ちょっと練習見た後に、はい、俺から小田島にね、報告しようと思って、はい、多分ね、小田島ね、ケンオーディション受かった時もね、はい、うるうる泣いてたじゃん。このままずっとね、今も練習してるんだよね、うん、はい、だからこのままね、練習して入門したらね、もっと厳しいメニューするから。すげえいい涙をね、いい涙流してたよね。うん、だからね、今日もね、デビュー戦決まったら、はい、あいつね、多分ね、もう号泣しちゃうと思うよ。マットに崩れ落ちんじゃないのと思って。なるほど。ああ、じゃあだからそれをね、阿部島に告げるのと同時に号泣を見に行こう。わかりました、了解です。よし、じゃあ行こう。はい、じゃあ今日はね、ちょっといつもやってる練習見るので、はい、はい、じゃあ始めていって。はい、どうす。お願いします。はい、じゃあ2分ね、始め。はいよ。じゃあ次は受け身50本ね。チャンス！ザッチャー！はい！ザッチャー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 ！シャー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 早くシャー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 はい、しゃっしゃー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 頑張れ。しゃあ。こば。
ワンツー、はい、ワンツー、はい、ワンツー、はい、跳ねて跳ねて、はい、ワンツー、ワンツー、はい、1月から入門して8ヶ月ぐらいね、はい、しっかり練習してきてるのは分かったのでね、あの一つ報告があります。はい、じゃあ小田島はね9月の14後楽園で、はい、いやデビューすることになりました。はい、ありがとうございます。でデビュー戦の相手が、はい、いつもね練習を教えてもらってる太田なので、はい、はい、あと1ヶ月ね、はい、まだまだ今練習見ててもね、まだまだだから、はい、プロとしてこう今ね、14日はね、9月14日はここね後楽園ホールなんだよね。はい、だから後楽園でデビューできるっていうことはね、プロレスラーとしてもねすごいこう嬉しいことだと思って、はい、あと1ヶ月あるんだからね、もう気持ちを切り替えて俺はもうプロのレスラーになるんだと思って、はい、あと1ヶ月しっかりと道場で練習すること、はい、分かった、はい、はい、じゃあデビューは一応決まったからね、はい、デビュー戦に向けて一言、はい、あと1ヶ月という短い期間ですが、しっかりリングの上に立てる準備をして、9月14日の本番を迎えたいと思います。よろしくお願いします。はい、デビュー戦に向けて頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。泣かなかったねまあまあそうですね、うんうん、まあでもね、練習見てたけどね、はい、一生懸命さも伝わったし、受け身もね、だん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 上手くなっていってるわね。ああいうものを見るのが初めてで、うん、50本連続で受け身を取るみたいなのが、うん、ある意味卒業試験的なことなんですか。いや、あんなあれは卒業試験じゃなくて、はい、普通にいつもの練習でやってるんだよね。なるほど、うん、自分のね、身を守って君の、ね、練習をずっとするんだよね、はい、今日も50本やった後もね、何本かやったりね、うん、そのための練習してるんだよね。なるほど、うん、でも、まあ、もうしっかりね、体を守るこう術はできてるなっていうのがあったからね。あ、そうですか、うん、しかもなんか、受け身じゃあ50本ねって言ったじゃないですか、受け身50本で、あ、終わったなと思った。その先も延々と続いてたから、あんまり、あ、そうだね、うん、まあ、ちょね、心拍数が上がってる状態でもね、またキックアウトしないといけないじゃん、はいはいはい、やっぱスリーカウント使ったらね、はい、負けるから、はい、そのためのキックアウトしたりね、その後もずっと走ったりね、うん、やっぱそのぐらいはしないとデビューできないからね。なるほど、うん、いやもう本当怪我が起きちゃうじゃん試合でもね、そのぐらいやっぱね、身をね守る術をつけとくっていう。なるほど、うん、それがプロレスラー。いやいや俺ね、はい、ちょっとね突っ込みたいところがあって、はい、普通ね、はい、もう一言喋れってこう俺と小田島でね、はいはい、面と向かって言ってんじゃん、はいはい、それなのに一言喋って言ったらカメラ向いて、カメラ、お前ちげえわって。デビュー戦に向けて一言。はい。
あと1ヶ月という短い期間ですが、しっかりリングの上に立てる準備をして、9月14日の本番を迎えたいと思います。よろしくお願いします。本当お前、お前やべえなと思ってプロ向きの性格してるねあれはなるほど。ああ普通ね、先輩に言ってじゃあね、お前ももうデビュー決まったからデビューに向けて一言喋ってみろ。はい、私また行きたいって言ってカメラ目線なる、スターなる可能性もあるよね。なんかそんな気がしてきましたね。ねえ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 、やっぱ人前立つ職業向いてるかもしれないね。 そうですね、うん、とてもちょっとかのあの感激ですが、うん、改めて、うん、いつでしたっけ。そう、9月14日の後楽園ホールね、はい、うん、にデビューしますということ、はい、で対戦相手は小田、あの大和田優ね。なるほど。ああ、もうあと大和田なんてね、ケンオチャンネル見てる人だったら分かるけど、オーディションからね、指導員としてやってるじゃん。そうです、そうです。で練習もね、今ね道場で一緒にやってるんだよね、教えてるんだよね。小田島のことね、はいはいはい、ああ、だからねこれはね、やっぱデビュー前から見てるケンオチャンネルファンって本当感慨深いと思うよね。そうですね。そう、だいたいね、あの練習生の頃からはねセコンドで見るじゃん、はい、その前からオーディションから見てるからね。そうです、ね、ぜひケンオチャンネル見てるね、はい、草野郎どももね、小田島でね、あのデビューするときはね応援 してもらいたい。だから会場にね9月4日ぜひね来てほしいな。そうですよね。あのデビュー戦を見れるってファンにとって実はめちゃくちゃ貴重じゃないですか、うん、そうなの。その選手にはもう1試合しかないからね。そう、そうだからなんかデビュー戦ファン、デビュー戦ファンっていうかね、はい、デビュー戦フェチファンみたいな人がいるからね。デビュー戦だけは見たいとか言うね、ね、うん、でも本当ね、オーディションから見てその過程を見てデビュー戦を見て これからスターへと羽ばたいくところを見てくださいっていうね。本当ですね、うん、これはもうぜひ応援したい。そうだよ、はい、はい、もうあとね1ヶ月ぐらいあるからね、うん、本当にそれまでこうレスラーとしてね、はい、まだまだ伸びしろあるからね、はい、しっかりと小田島やると思うので、はい、ぜひ皆さん9月14日後楽園ホール会場で小田島を応援してくれ。そしてどうしても来れない人はね、アベマで無料生中継もありますからって、はい、はい、よろしくお願いします。おいてめらくせろども、これからはな剣王チャンネルオーディションで受かった小田島、そして剣王、そして大和田、俺たちについてこい。つまり率直な今の気持ちを教えてください。はい、もう本当に一日でも早くデビューしたかったので本当に心から嬉しいです。自分がデビューに近づいているなっていう実感はあったんですか。はい、ここ数日できることが増えてきて、この今日もやった50本とかちゃんと最後までついていければきっとデビューが近づくなというのは感じながら練習をすることができました。なるほど。コスチュームとかもうあるんですか。いや、まだいただいていないです。じゃあこれから。はい、じゃあそういうのもあれですね、楽しみですね。はい、楽しみです。ケンオチャンネルを見てる方、やっぱりの、はい、ファンの方にも一言お願いします。はい、ケンオチャンネルをご覧の皆様、そしてプロレスリングナーを応援してくださっている皆様、ようやく9月14日にデビューすることが決まりました。皆さんの応援のおかげでここまで頑張ることができました。当日全力で戦う姿を見せられるようあと1ヶ月頑張って練習していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。剣王ジャンケン、ジャンケン、ファイト。